薄猫ボックス本体に専用ベースを取り付ける方法をご紹介します。専用ベース用扉のネジを外し、扉を開け、付属品を取り出します。アジャスターの上のナットを下に下ろしてください。アジャスターを専用ベースのテープに取り付けます。アジャスターの先端が指に当たる程度に取り付けてください。アジャスターを調整して専用ベースが水平になるようにします。専用ベースが水平になったらアジャスターを固定します。アジャスターの上のナットを専用ベーステープに留まるまでねじります。専用ベースの重しに、ここでは2リットルのペットボトル8本、計16リットル、16キログラムを使用します。ペットボトルの大きな面を横にして入れると、上下4本ずつきちんと入ります。扉を差し込んでネジで締めます。これで専用ベースの作業は終了です。
専用ベースの上面には8個の超ボルト固定用のネジ穴があります。ここでは専用ベース用扉を正面にして組み立てます。専用ベースに合わせて本体を乗せます。目視でネジ穴を必ず確認してください。超ボルトにワッシャーをつけて固定用ネジ穴に留めていきます。最初は対角線上に仮止めで留めていきます。仮止めが終了したら本格的に超ボルトを締めていきます。締め終わり、衝撃吸収マットを置いたら完成です。ここまで工具なしで作業終了です。専用ベース用扉を背面にした場合の完成状態です。